ともくんチャンネルです。はい、今回も、まあ、前回と一緒でね、青島サルキッドのこれは10のソアラですね。はい、まあ、形式で言うたらこれですね、 MZ11 っていう方のソアラですね。はい、それを、まあ、前回紹介した色でね、で、まあ、まだこの竹槍マフラーはちょっと下でね、両面テープでちょっとくっつけて仮でしてます。はい、であとはもう窓枠ですね。はい、窓枠の方、前回はフロントと、助手席側ですねのガンダムメッキシルバーを塗り分けしたんですけど、今回はリアの方とで運転席側ですね。はい、運転席側と、まあ、リアの方ですね、はガンダムメッキシルバーで、塗り分けしてます。でドアノブの方もしてます。はい、で今回は、はい、このヘッドライトですね、ヘッドライトの内側に、キラキラシールを貼って、でこのヘッドライトのカバーですね、クリアパーツを貼っつけて、でバンパーのとこにもハザードですね、はい、つけてます。で後ろですね、リアの方はまだテールはつけてません。はい、まだここにね、はい、つけ、置いてるだけなんですけど、これもね、まあ、次回までにはこの、テールのとこですね、はい、黒い枠とか線ですね、まあ、ラインとかをちょっと入れてみようかなと考えてます。これだけじゃないです、もうね、これは前回紹介しましたが蛍光レッドと蛍光オレンジなんですけど、その色だけじゃなくて、まあ、黒いラインとかね、枠とかをちょっとつけてみようかなと思ってます。それからこちらにつける準備をしてます。はい、テールの内側もね、キラキラシール、はい、貼ってます。はい、まあそんな感じでね、前回ホイール履かせてたのは、これ14インチですねのこのホイールなんですけど、今回は今一応ね17インチかなの BBS の方を履かせてます。はい、これはまあ別のね、青島さんで、まあ、ホイールだけっていうやつの BBS、はい、を買ってきて、それをね、つけてる状態です。まあもうずっと前にこの目が粗いやつかな、はい、と細かいやつの BBS とか、まあ、ザウバーディッシュとかそういうのもありますが、はい、今回は17インチの BBS を履かせてます。で、このね、まあ、ソアラですねについてた BBS のホイールですね、はい、これは15なんか16なんか分かりませんが、はい、この状態であります。まあ今履かせてるね、17インチの目が粗いやつかなと同じ感じですね。はい、でもう一個
ですね。もう一個はこういう感じのやつですね。はい、があります。で、まあ僕はもうこれつけないんですけど、はい、まあエアロですね。そう、エアロのソアラにみたいな感じでつけるやつって言うたら、はい、ホイールにつけるやつかな。はい、と昔ね、まあソアラとか、まあなんかクラウンとかね、そういう感じでエアローとかね、まあつけてたヤンキー車とかにだったら、このはいベンツグリルかな、はいもあります。これはまあ使いません。はい、で一応ね、はい、デカールなんですけど、今は、メーターのとこですね。はい、このメーターのとこを貼ってるだけで、あとはまあ次回ナンバーとかね、そういう細かいところのデカールを貼ります。はい、はい、こんな感じでね、ダッシュボードのとこメーターですね、はいのとこをデカール貼ってます。はい、あとまだこれ足マットのとこですね、を僕のオリジナルでね、ちょっとまた次回やってみたいかなと思って、まだこのシートですね、はい、シートの背もたれのとこはまだ貼っつけてません。はい、このね、オートマとかのやつとかね、サイドブレーキのやつはつけてます。はい、そんな感じですね。このフェンダーですね、フロントのフェンダーのとこにつける棒みたいなやつはもうこのソアラにはつけません。はい、まあそんな感じですね。はい、まあちょこちょこ出来上がってきてますんで、あとモールのとこですね、はい、モールのとこを黒く塗るか、濃い青色ですね、まあ紺色みたいなやつを塗るか、はい、そんな感じでちょっと考えてます。はい、まあこれね、次回では完成はできないかも分かりませんが、あと2回、まあ次回の次ですね、はい、あと2回ぐらいで、紹介したら完成できるかなとは考えてます。はい、それはね、またね、予定は未定なんで、どうなるか分かりませんが、そこはまあお楽しみください。はい、それと前回も紹介しましたが、これはタミヤさんの 3000cc のね20のソアラですね。はい、ドノーマルなんですけど、まあこんな感じで、前回も今回も紹介、はい、ちょろっとしてます。はい、で、まあ前回紹介してなかったんですけど、これが藤見さんかな、タミヤさんかな、はい、もうちょっと前に作ってね、飾ってたんですけど、はい、これは僕らで言うたら、12のクラウンですね。まあ本格的に言うたら125のクラウンなんですけど、はい、3000cc のロイヤルサルン G ですね。はい、僕のオリジナルでこういう緑と、これはシャンパンゴールドだったかなの、はい、色でツートンにしてます。はい、まあこれもね、ほとんどっていうか、まあドノーマルで、はい、色だけですね。
こんな感じでしてますんで、はい、まあ、これもちょっとね、この10のソアラとこの12のクラウンとって言うたらね、ほとんど同じような年式なんで、年代なんでね、はい、まあ、ちょっと今回は、はい、ちょっと紹介しましたが、はい、まあ、またね、富士見さんだったんかな、うん、富士見さんか青島さんがまどね、この12のクラウンかなのちょっとエアロついたやつがまあ販売されたんかなと思います。はい、それもまあちょっと欲しいかなと思うんですけど、はい、まあホビーショップメガドックさんに行ったらね、もしかしたらあるかもわかりません。はい、まあ売り切れになってるかもわかりませんが、もしあったらね、また購入して、皆さんにね、紹介してみたいかなと思います。はい、前に富士見さんのキットで、61のクレスタですね、エアロついたやつ、はい、オーバーフェンダーついたやつとかもね、ちょっと今制作途中で止めてますが、そのエアロついた61のクレスタとか71のマーク2とか、あ、そういう感じのエアロとかのこういう12のね、12とか、まあ、125とかの、クラウンかなと思います。はい、まあまあ手に入れたらね、それも近々ね、紹介してみたいかなと思います。まあもしあるんだったら買ってきます。なかったらね、ちょっと先になるかなと思いますが、お楽しみください。はい、まあ、それでは今回はまたねこんな感じで、僕らでは10のソアラですね、はい、MZ11 のソアラで、僕のオリジナルでね、色こんな感じでして、制作中で紹介しました。はい、また次回これまたちょこちょこと、うん、色分けしたり部品付けていたりしますんで、よかったら次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。